ダンスクスベンスクゴールフンドダンスクスベンスクゴールフンドはデンマーク及びスウェーデンの南部を原産とするテリア犬種の一つである。フォックステリアタイプ犬種の一種でもある。別名はダニッシュスウェーディッシュファームドッグ、ダニッシュチキンドッグ。旧称はダニッシュフォックステリア、スカニアンテリア。1700年代頃からデンマークとスウェーデン南部の農家で使われていた犬種である。 先祖の犬は荷車を引くのに使われていた大きな犬と言われているが、本種とサイズが違いすぎることから、それが直径の先祖ではなくその犬とホックステリアタイプの犬を交配させて誕生した可能性が高い。ゴールフンドは非常に多くの仕事をするのに使われていた農家の万能性危険である。ネズミの駆除を行ってそれが媒介する感染症や作物の食害を予防したり、 パックで、セントハントを行って、農ウサギを狩る猟犬として駆け回ったり、牧牛犬として、牛を誘導したり、番犬として、農地の見張りを行ったりなどして、広く使われていた。中には芸を身につけ、サーカスなどで活躍する犬さえもいた。しかし、農業の機械化などにより、仕事がなくなり、絶滅の危機に陥った。純血種の絶滅だけでなく、 血を引く犬さえも消滅する危機が迫っていたが、消滅の一歩手前で、原産地の愛好家が復元計画を立て、変地から純血のゴール奮闘を集めて、繁殖を進め、復活することができた。頭数が一定に達し、犬種としての固定も完了し、1987年に、デンマークとスウェーデンのケネルクラブで、犬種公認され、後に2008年に、フシにも犬種として公認され、 近年国際的な犬種の仲間入りを果たしたばかりである。現在はまだ世界的には珍しい犬種の一つで多くの犬は原産地で飼育されている。例外の一つとしてはアメリカ合衆国には不思議公認年に輸入されペットとして飼育されている。フォックステリアタイプの犬ではあるが毛色や外見がそれらとはあまり紛らわしくないためそのタイプの犬種が同時にその場に 複数いたりしない限り見間違うことはあまりない。引き締まった体つきをしていて、胴はやや長めである。マズルは短めで、鼻と目は黒々としている。耳は、ボタン耳、尾は、飾り毛のない先細りのタレを、または背の方へ自然に湾曲した刺しを。かつてはネズミに噛まれて感染症にかかることを防ぐため、かなり短くダウンをされていた。コートは、 スムースコートで、毛色はホワイトを血として、ブラックやタン、カフェオレ、レモンのいずれかの単色がマーキングとして入ったもの。体高はオス34から37センチメートル、メス32から35センチメートルで、体重は、雌雄ともに7から12キログラムの小型犬。性格は明るく活発で好奇心旺盛だが、油断がない。いわゆる、テレアキャラクターという、 テリア犬種特有の気象も持ち合わせていて、気が荒く頑固な面もある。小さな子供や子犬とも遊ぶことが大好きで、有効的である。ただし、ネズミやモルモットといった小動物は、刺激柄により獲物やおもちゃとみなしてしまうため、一緒にするのは絶対に避けるべきである。運動するのが大好きだが、運動量そのものは、中型犬程度である。なお、気質の通り常に、 油断のない性格であるため、いざという時には行動を起こす。だが、心を許せる家族に対しては無闇に力を振るったりはしない。テリアキャラクターが強すぎない犬種のため、初心者にも割と飼いやすい犬種である。ありがとうございます。